聖堂内のモザイクダフニ修道院は、ギリシア共和国のアテネ近郊、ダフニにある中期ビザンティン建築の修道院。現在は、中央聖堂のみが残る。中央聖堂は11世紀末の建設と考えられているが、修道院自体の設立は5世紀から6世紀の間と推定される。11世紀のモザイクが残る、大変重要な聖堂であるが、地震によって損壊し、 現在は長い修復の最中である。1990年他の二つの修道院と共にユネスコの世界遺産に登録された。ダフニ修道院はビサンティン建築の基準からすると比較的大きな修道院であるにもかかわらず設立の記録などは全く残されていない。従って修道院がどのような歴史を辿ってきたかはほとんどわからない。修道院は アテネの北西1 1トルの場所に設立されている。この場所はアテナイからエレウシスを結ぶ途上にあり、古代にはアポロダフネオスの神域があったが、この神域は395年にコート族によって破壊された。敷地の考古学的調査によって5世紀頃に建設されたと考えられる。 バシリカの遺構が発見されているので、修道院自体もこの頃に設立されたと考えられる。また、後に、ユスティニアヌス一世によって完成された、高さ8メートル、一辺97メートルの正方形の大衆壁の北辺に位置していたことも、わかっている。最初の修道院は、7世紀から8世紀頃のスラブ人の侵入によって放棄されたが、 ミカエル七世ドゥーカスからアレクシオス一世、コムネノスの時代に再建された。今日残る中央聖堂はその時に建設されたもので、モザイクの様式から1075年から1100年頃に建設された神の母に捧げられたものと考えられている。1205年にラテン帝国が建設されるとアッティカ一体はボニファチオが打ち立てたテッサロニキ王国の影響下に入り、 ダフニ修道院は1207年にアテネ公国のラロシュのおとんによってベルボーの大主教が管理するカトリックの聖堂になった。その時に中央聖堂の外ナルテクスト区画塀が付設され、モザイクはほとんど無傷のまま残されたが、中央ドームのパントクラトールの一部が破損した。1458年になるとオスマン帝国がこの聖堂を押収。 東方正教の修道院に回復されたが、財務の逼迫によって徐々に荒廃していった。1821年にトルコ政府によって解放されるものの、修復工事はようやく1888年に始まった。中央制度は中期ビザンティン建築の形態の一つであるスクインチ式教会堂である。スクインチによって支えられるドームは直径7.5メートルで、 おしおするカス修道院の中央聖堂とほとんど同じ平面を有する。ただし、ダフニ修道院では幅の広い外、ナルテクスが追加されている。外壁はやはりおしおするカスと同じくクロアゾネズミとなっているが、おしおす、ルカスよりも目地が整っているため、単性で洗練された印象を受ける。ダフニ修道院の中央聖堂には、 現在も11世紀に作成されたモザイクが残る。これは大変貴重なものである。ありがとうございます。